はい、どうも靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。この間の動画で学生時代の話をしていて思い出したんですけれども、かつて私が通っていた大学にジャニーズに在籍されている方がいらっしゃいまして、そのことを少し語らせてください。なお現在も芸能界でご活躍されていらっしゃる方ですので、特定されない範囲内でのお話となりますが、すいません、それはご了承ください。で、ジャニーズに在籍されていてもデビューされていない方も多くいらっしゃると思うんですけれども、その方は私が入学した当時すでにデビューされていて、ジャニーズがお好きな方なら当然知ってるくらいにはご活躍されていらっしゃる方、シャーでしたね。はい。で、記憶が定かではないんですけれども、私が入学した時にはすでに学校内の有名人だったので、多分先輩だったかと思います。あと学部が異なっていたこともあって、直接お話ししていただく機会というのはなかったんですけれども、学部が違うにもかかわらず、ね、その方の上気を逸したモテっぷりはですね、伝わってきまして、もう両手に花どころか、両足大名行列のようだったと聞いております。ちなみに女性からだけではなくて男性からもモテていたみたい で、彼と仲良くなればそのつながりだけでモテモテのおこぼれをもらえるなんて、そんな噂があったほどでした。ご本人様がそんな日々を楽しんでらっしゃったのか、もしくは常に注目の的で気苦労の絶えない日々をお過ごしだったかは分からないんですけれども、とにかくモテまくっていたらしいですね。一方で私靴ひもですね、典型的な陰キャでしたので、女友達は当然ゼロで、恋愛経験なんかあるはずも ない、うん、はい。で、授業が終わったらもう寄り道すらせずまっすぐ帰宅する、そんな、ね、無職無臭な生活だったんですけれども、今となってはそれもいい思い出ですわ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。では。